収めて風に揺れる白シャツの眩しさに見入る。青空に湧き上がった入道雲でさえかなわないその鮮やかさ、光。ソータ君、彼はこの星で生まれた奇跡の男の子だよ。彼と私は昭和46年の夏の終わり頃、同じ日にこの町にやってきたの。私は彼が大好き。失敗することも多いけど、言いたいことがはっきりしてて、どこかしっかりしてる。お父さんは怒ると怖いのに、言いたいことがはっきりしなくて、いつでもどこでも優柔不断。お父さんの自信のなさは一体どういうわけなんだろう。ソータはそんなことを考えていました。何をすればいいのか困った時はとにかくマップを見てみよう。なお、この賢明なる諸君へはツールボタンを押せばもう一度聞くことができます。私が何を言ってたかわからなくなったらもう一回聞いてみてね。賢明なる諸君へ、以上です。